荒川最古公園を目指して進みます。大きな水門が見えてきました。武蔵野線の線路を見ながらカーブを曲がって下ります。荒川最古公園、ここは休日になると多くの人にとっての憩いの場となります。走って体を動かす人や自転車に乗った人、家族連れも多くいますね。この特徴的な遊具から地元の人はカマキリ公園と呼んで親しんでいます。次は桜荘公園まで移動しましょう。空が広くて本当に走るのが気持ちいいですね。荒川沿いの道を進みます。ここを曲がります。おや？何やら賑やかなリズムが聞こえてきました。桜荘公園に入りました。ここは楽器の練習をする人も多い場所、楽しそうですね。このエリアは日によってラジコンカーを走らせる人が多く集まります。遠くからでもブンブン聞こえるほどです。いつまででも歩いていたくなるような日差しです。田島ヶ原桜草自生地、大正9年、1920年に日本で最初に指定された天然記念物の一つで、昭和27年、1952年には天然記念物の中でも特に重要なものとして特別天然記念物に指定されました。草が生い茂っていますが、冬に草焼きが行われて、春には可憐な桜草が花を咲かせます。草を焼き払うことで、地面に太陽の光が当たるようになり、桜草の芽吹きを助けるんですって。桜区役所の方に向かいます。